ありがとうございます。合祀倉庫にお参りの皆様ありがとうございます。ただいまはブラジルに出張中ということで、朝から深夜までご奉公が続いておりまして、なかなか本当に座る間もないご奉公です。移動の時間も大変ですし、また今朝もこれから今物流聖地というブラジル教区が取得した大変な大きな施設というか土地研修所に向かっておりまして、片道3時間ぐらいかかります。なかなかご訪問をゆっくり撮影する時間がありません。今は鈴木お堂氏よりも先に出発いたしまして、このサービスエリアで待ち合わせ、この時間ぐらいしかもう撮ることができません。サンパウロ市内は車の渋滞を避けるためにナンバーによって市内を走れる走れないというのが決まります。日教寺のグズー車、大きな車の1台は、今日は走れない日ということで、7時までに市内を出なければならないということで、朝、早く日教寺は5時半、ホテルは6時20分出発をして、このサービスエリアで鈴木お堂氏をお待ちすることにしております。いずれにしても、大変な ありがたいご報告が続いてるんですけれども、留守の皆様には、明神寺の皆様には、ご奉公の励ましというか、そういったご訪問を解くという時間についてもなかなか取ることができず申し訳なく思います。ただどちらも中途半端になるのはいけませんので、中途半端にならないようにしっかりとブラジルでのご奉公もする、できる限り留守の明神寺の皆様にも喜んでいただけるようなご報告をするということで、今日は大変申し訳ないんですけれども、サービスエリアで海中ご本尊、そして略御寺をお数珠を持たせていただいてお話をさせていただくということで、ご容赦いただきたいと思います。文字田スクールゼスの龍昌寺にもお参りをさせていただきました。何よりもありがたいのは、本年度のグズー聖願、グズー四聖願、明神寺と同じですね、グズー四聖願も、全て成就ということで、大変随喜しました。また五カ年聖願、お祖様のお降誕800年の五カ年聖願も全て成就ということで、ありがたいなと思いました。やっぱりその何て言うんでしょう、鈴木お堂氏が来られる前に、日本からお堂氏方が来られる前にしっかり成就させていただこうじゃないかという目標に向かって、もう一丸となってご仏像ご奉公なさってる姿がありがたい。なんかこう日本の私たちの頭でっかちさというか、なんていうか、お経系の数じゃないんだとかなんとかとかっていうような人もいっぱいいるんですけども、本当に習い損じとるなという感じの素直さ、正直さ、お経務さんもご信者さんももう猛烈にそのなんていうのか、ご法前に立てた目標、立てた誓願についての、自分 の, その心信心の叱咤激励の仕方がですね、ありがたい。日本についても、日本でも御承当年の誓願、各教区お寺、どれだけの方が必死にその誓願を素直に信心で正直に頑張らせていただかなきゃいかんと、なんとか成就させてもらおうというような気持ちがあるかどうか、本当にそこのところ、それぞれの教区、受け持ち、お講師、教区長、部長さん、班長さん、思いを新たにしながら、その付け焼き場にね、パッとできるようなものじゃない、でもご新人、ご法然におすがりしてお力いただいてということを、もう一回根っこから考えてご奉公に取り組ませていただかなきゃいかんと思います。まずはお経務さんから誓願の成就についての
思いを新たにしていただきたいというふうに、思います。そして、まあ、龍昌寺からカンピーナス蓮徳寺に行きました。蓮徳寺は私も5回ぐらい訪れてますけども、まあ、ブラジルのお寺はね体育館が先にできるって言われるぐらい、まあ、大きな、まあ、掘ったて小屋ではないですけれども鉄骨だけの、大きなホールを作ってそこで、まあ、何らかの護具図をスタートする。で、縁のある若い人たちも集まってフットサルをやる集会をやるなんていうことから、お寺を建てようということになるんですけれども、まあ、創立40周年ですがカンピーナス僕5回来ましたけれどもずっと工事、本堂を建てようということで、建てれば山が崩れる、上から崖が崩れてしまいました擁壁が倒れてしまいましたそんなことがたくさんありました。なかなか進まなかったんですね。で進まないって言ってる中、今回も上棟式というところまでたどり着きました。でも多分、それもなかなか厳しかったと思います。ブラジルの首都でご奉公してた、田所行修士が今年から住職に就任して頑張りました。奥さんはロベルタ、もうロベルタはもう本当にブラジリアでも頑張ってご奉公してた、で今回初めての住職になってやっぱりね全く違うんですね。教務さんというか担当だった時は、まあ、責任というかある程度こう自由が利くんですけれども、もう自分なりのこうペースやり方もあってで住職になってカンピーナスでご奉公した瞬間というかそこからもう行修士本当に、大変な経験を重ねたと聞いています。昨日も話したら泣いてました。もう本当に涙を目にいっぱい溜めてました。夫婦で頑張ったと思います。でもここまでたどり着いてよかった。まあお寿司様のご奉公でも大難しかど小難数知らずと申しますけれども、カンピーナス蓮徳寺でも本当に大難何度も小難は数知らずでもそれを乗り越えて今日を迎えた、まあ、そこがすごくありがたいと随記させていただきました。苦難困難僕ら嫌ですけれどもやっぱり苦しみて勤むる中におのずからありとし聞けり御仏の道と、お祖様が皆目章にお示しになられているご妙案でも、火で鉄がね火で熱せられてそして鍛えられて打たれて鍛えられて刀になる剣になると、それは一体どういうことかっていうとやっぱり熱で温められる熱せられるあるいは叩かれる打たれるというので不純物がその鉄というものの中から出されて弾かれて純粋になってそして剣になるんですね。やっぱりこう苦難困難がないとぬるま湯の中にいるありがたいところにいるというのはありがたいことはありがたいんですけれども純化されないというか我々で言えば純化されないっていうのは財商とか方法というものが抜けないということになると思うんですね。自分なりのやり方自分の我自分考えというのが先行してしまうとで結局ご奉公も我流になってしまうミスリードがあってでご利益がいただけないご利益をいただかせることができないと今のその苦難困難があって大変だと言ってる中にですね、御仏の道があるなとご信心が本物になってたくさんの人を救える御具足の器になっていく、そのことをすごく勉強させていただきました。もう本当にこの音楽がずっと流れてるんでこれは YouTube にも載せられないと思いますけれども、本当に
合祀総行にお参りの皆様に、ご教化苦しみて勤むる中におのずからありとしきけり御仏の道と苦難困難を乗り越えてこそ本物の信心になると、でもっと素直に正直になって聞いた通りするが信心、我が思うようにするのは信心でなし、やはりもっと素直正直になってご方向を成就させていただこうではありませんか。本当に、まだまだ留守にいたします。あとブラジルを出国するまで8日あるとさっきも聞きました。頑張ってご報告させていただきますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では最後にまたご教化を拝見いたします。ご教化に苦しみて勤むる中におのずからありとしきけり御仏の道、ありがとうございます。